折り鶴。折り鶴、折り鶴、折り鶴は正方形の紙を折って鶴に似せた形に作るもので折り紙の一種。最もポピュラーな作品の一つであり折り方も簡単なため多くの世代に知られている。初心者向けの折り資本の多くには作り方が掲載されている。一枚の紙に切り込みを入れて多数の折り鶴を完全に切り離さずにくっついた。 状態で折る、れん、つるや、単体の折り鶴を多数折って繋げていく、千羽鶴などもある。他に尻尾を引っ張ることで羽を動かすものもある。また、折りを得た際に、鶴の下部に息を吹き込むことで、胴体部分を膨らませることができる。広島の七夕や仙台七夕などでは、七夕飾りの一つとして、折り鶴を用いる。折り鶴が文献に現れるのは、江戸時代であり、 伊原ラ西郭の1682年に出版された公職一大男の中で主人公の世之助が記憶の鳥の形をした折り居、折り杖を作るという記述がある。ただし、公職一大男では図や絵がなく文章のみで書かれているため記憶の鳥の折り紙がどのようなものなのかは定かではない。はっきりと折り鶴が描かれるのは1700年に出版された。 東流七宝時はひいなかたである。そのひいなかたの中の百二十一番、落葉に折り鶴の甲に着物の模様として折り鶴が描かれている。その後、折り鶴を発展させたレンツルが誕生した。明確な形でレンツルが記載されているのは千七百九十七年、京都で出版された秘伝、千葉織鶴織方である。しかし年前後の複数の絵浮世絵には、 レンツルと応募式、連なった鶴が描かれており、秘伝、千羽鶴折り方以前からレンツルが存在していたと考えられている。具体的には、少なくとも18世紀後半には、江戸でレンツルが折られていたと考えられる。秘伝、千羽鶴折り方はその後その存在が忘れ去られていたが、1957年に、吉澤明が国際折り紙研究会の機関紙、 OT 通信で発表し、さらに同年の週刊朝日の書評欄で紹介されたことにより、一般の人にも広く知られることとなった。折り鶴を千羽作り、糸で束ねたものを千羽鶴という。現在折り鶴や特にこの千羽鶴を幸福祈願、災害慰安、病気回遊、長寿などの願いを込めて自社に送ったり、被災者や入院患者へ送ったりする習慣がある。 この理由の一つには、鶴は千年、亀は万年という慣用句があることが挙げられる。また広島市への原子爆弾投下により被爆し、後に白血病で死亡した佐々木貞子が生前に病気の回復を祈って折り鶴を折り続けたというエピソードも広く知られている。佐々木貞子のエピソードや千羽鶴、折り鶴はカルレブルックナーの貞子は生きるや、 エレノアコアによって広く英語圏にも知られることとなった。そのため、千羽鶴は世界平和の象徴として捉えられ、広島平和記念公園などに備えられている。2009年8月29、30日に、広島の市民団体、ピースピースプロジェクトの呼びかけで、両翼81.94メートル、高さ36メートルの折り鶴が作られた。 広島修道大学の駐車場で学生ら約1 0 0人が協力しクレーンなどを使い折り上げギネスブックに世界最大と認定された。レンツル、レンズル、レンカクは折り紙の一種で一枚の紙から作られる数羽の連続した折り鶴のこと。紙に切り込みを入れて折る。折り鶴同士の繋ぎ目に負荷がかかり破けやすいため折るには薄い和紙などが適している。 連鶴という用語は、おそらく1990年代頃から広まった。秘伝、千羽鶴織方の名称からもわかるように、かつては、連鶴のことを、千羽鶴と呼んでいた。江戸時代の1797年に刊行された、秘伝千羽鶴織方では、49種類の連鶴の織方が、絵入りで書かれている。この書物は、 現存する世界で最も古い遊戯折り紙の書き物であり、伊勢国桑名の長縁寺十一世住職、義堂一縁、義堂一園、1762年から1834年、漢詩を書く、蔡の号は、露島案、露、公案によって作られた。この折り方は現在でも、桑名の千羽鶴として知られ、桑名市の無形文化財に指定されている。伝、千羽鶴折り方は、 吉沢明によって1957年に紹介され、広く知られることとなった。一般には、折り鶴は正方形の紙から折ることが多いが、騎士型やタコ型の用紙などでも折ることができる。タコ型の用紙から鶴を折ることは、伏見工事により考案された。また、正方形の紙から作る折り鶴であっても、鶴の頭と尾の部分の対称性を崩した鶴を折ることができる。 この鶴は前川厚氏により考案された。このような折り鶴を変形折り鶴と呼ぶ。変形折り鶴が折れる用紙の条件などは、ジャック・ジュスタン、伏見孔治、川崎敏和により研究された。川崎敏和による変形折り鶴の定理は以下の通りである。銅板や真鍮板などの金属板から折り鶴を折ることができる。 ただし一般的な紙の折り鶴とは折り方が異なり、作成には専門的技術が要求される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。